おかごくれはでーす。クッキングシミュレーターお菓子作り編、続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。ということで、まずは、前回の作り置きを並べていきましょう。よいしょ。これブルーベリー。で、よいしょかな。まずちょっと焼くもん焼いていくか。チェリーは37。150度で4分50秒。いってらっしゃい。よいしょ。よいしょ。150度で4分50秒。いってらっしゃい。ねえ。そうだな。まずは。これだ。これをやる前に、ぐだぐだやな。こっちからでいいか。4か。12だからいいね。ポピーシードをさ、3層にする意味ってあるんやろか。150度で2分20秒。はい。OK。じゃあ今日の新しいお菓子作っていきましょう。今日はマデイラケーキやっていきましょう。グラニュー糖150、もう作り方に慣れてきたから、よし。そうだな、倍作ってみるか。グラニュー糖300。グラニュー糖が300。はい。バターが400。はい。ヘラで混ぜます。フックじゃないんだね。で、卵600入れます。卵を600入れます。よし。絶対これできないよね、普通の生卵。ワンチャン黄身はいけても白身がまず固形とは言い難いもんな。よいしょ。卵600を泡立て器で混ぜます。倍なのでバニラエッセンスは10。はい。レモンジェストが40。40か。40。はーい。泡立て器でまた混ぜます。はい。で、無漂白小麦粉を400入れます。無漂白小麦粉を400入れます。ほい。で、ナッツのみじん切りを100入れます。ナッツのみじん切りを100入れます。ほい。で、
ーで混ぜます。はい、でヘラで混ぜます。いいよね、400と100。ヘラで混ぜます。はい、でこれでマデイラの生地ができたはず。失敗してる。あれ、どれ間違えたの。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、とりあえず焼こうか。ローフ型に移して焼きましょう。ローフ型、調子に乗って倍作った私が悪いございました。よし、こっちで焼くか。150度で4分40秒。150度で4分40秒。はい、いってらっしゃい。レイヤー3層なんだけど、これ何が合うんだろう。アイシングでちょっと白身を入れとこうか。やだなこれ。だって縦こう切るんでしょ。もうだったら分解するよね。17から27ですと。え、12から27、はい。レイヤー3層です。ジョークです。デコレーション達人らしいです。意味がわからない。達人の意味がわからない。はい、ちっちゃく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 、これお皿のせれへんのやだな。今日白鳥さんにするか。でかっ。ドゥ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 ルルルルン、ドゥンドゥンドゥルルルルン、ドゥ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 ン。ちょっと果物でごまかそう。でもね、オレンジ、リンゴ、キウイは絶対切らなあかん気がするから、イチゴでも乗せとくか。乗りそうなところに乗せる。ここ乗らん？乗るよね、乗るよね、どこどこ？あった。完璧じゃね？やだなぁ。嫌だなぁ。食べたくないなぁ。美味しそうは美味しそうだけど、食べたくないなぁ。これがチェリーいっぱい。チェリーいっぱい。あ、違う。チェリーいっぱいは、こっちだ。にんにくにんにくにんにんにんにくにん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 。5個だな。6個じゃなくなったな。置きましょう。はい。
焼き上がりました。はーい、よし、もう一回リベンジしよう。ひと毎日が日曜日、なんとかの中に遊園地、7宿題は全部ゴミ箱に。やっぱ5つやな。先にビップ渡しに行くか。え、ってか新しいの来たんだ。はい、これはフロスティングの量、なんだ、フロスティングの量が4だから、これがどう取られるかだよな。バイバイ。あ、成功してる。あ、でも4にはなってないね。やっぱり4、側面4個ってことかな。デコレーションレコードって意味らしい。やったぜ。で、これはマディーラケーキ。ちょっと待って。マディーラケーキ失敗してるんですけど。失敗してるんですけど、マディーラケーキ。成功させなあかんの。よいしょ。これは明日出しましょう。よいしょ。よいしょ。で、そうこうしてたら、マデイラケーキもどきが焼き上がったので、間違えた。よし。マデイラケーキさんは、何かトッピングするんですか？マデイラケーキさんはトッピングとかはなさそうですね。いってらっしゃい。まずそう。170度で4分。170度で4分。いってらっしゃい。で、他どうしようかな。そうだな。ドーナツが、あ、2個までしか焼かれへんか。さようなら。楽しかったよ、君たちと格闘した日々。ああでもない、こうでもないって言って戦った日々。忘れないよ。140度で1分50秒。140度で1分50秒。はーい。そうだなぁ。どうしようかな。ここどうしようかな。ドーナツでも、揚げドーナツでもやりますか。揚げドーナツ、あ、でも揚げドーナツ1から生地作らなあかんか。どうしようかな。マフィン、スプリンクルクッキー、やこうか。160度で1分20秒。160度で1分20秒。いってらっしゃい。160度で1分20秒。はい。いってらっしゃい。VIP が到着したのかな？あ、違う！また新しいのだ。新しいのめっちゃ来るな。え、なんでもいいよ、なんでもいいよ。フロスティングに2層で老婦型。2層で老婦型。老婦型ってこれやねんな。じゃあ、フロスティング2だからチョコファジを1、2、3、4、4で焼こう。あ、でもそしたら16は超えるね。よしよしよし。170度で3分30秒。3分30秒。はい、いってらっしゃい。で、ちょっと待って。マデイラ、
150、ちゃんとこの分量ですか、150、グラニュー糖150、はい、グラニュー糖150、グラニュー糖150。50救おう。私がお前を救ってやる。私がお前を救ってやる。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。グラニュー糖150、はい、グラニュー糖150、バターが200、バターが200、はい、でヘラで混ぜます、ヘラで混ぜます、はい、卵3、卵300、あ、ちょっと待って。よいしょ。はい。卵300。同じやつだもんね。で、泡立てで混ぜるんだもんね。落ちてったな。卵300。卵300。泡立てで混ぜます。たら、バニラエッセンスを5、バニラエッセンス、あれ、よいしょ、5、はい、レモンゼスト20、レモンゼスト20、はい、20、なんでここら辺かな。よし、また泡立て器で混ぜます、泡立て器で混ぜます。同じところに無漂白小麦粉を200、無漂白小麦粉、これだよね、無漂白小麦粉200、ほい、ナッツのみじん切り50、ナッツのみじん切りこっちじゃないのかな、もしかしたら。これで失敗したらそういうことにしようか。ヘラで混ぜます。さあどうだ。これでダメだったらちょっとナッツを考えよう。ナッツがダメっぽいな。オッケー、じゃあ夏考えようか。これはチョコケーキ、うん、チョコはじケーキを4層で、よいしょ、え全部入れちゃった。170度で3分40秒、おかしいな。全部入れたつもりなかったんねんけどな。はい、これはキャロットケーキでーす。キャロットケーキはフロス、アイスティング。フロッシング。よいしょ。で、これは最後の、最後の、美味しくなさそうなドーナツ。次回からは美味しくなるよ。よいしょ。よいしょ、これ並べちゃおうか。よいしょ。はいよ。よいしょ。で、上で焼いてるのがクッキーか。
そのまま出せるやつ。よいしょ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 。オッケー。よいしょ。よし。もう一回やろう。グラニュー糖150。グラニュー糖150。ほい。バターが200。バターがなくなったよ。これをヘラで混ぜます。で、卵を3個入れます。間違えた。ちょっち卵を3個混ぜます。泡立てで混ぜます。でバニラエッセンスを5。ういで、レモンゼスト20。また泡立て器で混ぜます。よいしょ。無漂白小麦粉を200。無漂白小麦粉を200。はい。で、ナッツのみじん切りを50。ここでやりましょう。ナッツのみじん切りを50。ほい、ちゃんと入った。いいね。で、ヘラで混ぜます。え、なんで？めっちゃいっぱいできちゃった。マデイラの生地をローフ型で焼きまくりましょう。なんで？なんでやろう。ローフ型もう一個ぐらいあった方がいいかな。150度で4分40秒。150秒で4分40秒。あれ、いってらっしゃい。なんでやろな。なんでやろ。ここもやらなあかんし。ザッハトルテ。ダークチョコレート200のバター200。溶かす。何秒と。卵400を分けると、卵400を分けると、待って、よいしょ。
違えた。間違えたよ。間違えたよ。一歩、無駄にはしてないけど、もったいないことしちゃった。いや、ここで終わるとさ、こっちに入っていくなと思って、そっちに意識が持っていかれてしまった。ちょっと。むっちゃ入ってくる。よいしょ。はい。はい。はい。バニラエッセンス5。よいしょ。6入っちゃったけどいいか。君。君の名は。溶かしたやつ。はい。で、ヘラで混ぜます。なんか通り抜けるな。これは後で使います。これ後で使います。で白身で塩に、ああえ不思議なとこに行きましたね。はい、何でしょう。あ、これか。レイヤー酸素長方形はいいと思います。サイズもいいと思います。デコレーションが達人かどうかは置いといていいんじゃないでしょうか。いってらっしゃい。完璧、大成功。え、長方形だったよ。これ長方形って言わへんの？達人じゃないらしい。悲しい。なんだっけ。あ、そうそうそう、白身。おっと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 、危ない。白身と塩が2。ヘラで混ぜる。ケーキ用の小麦粉が500。ケーキ用の小麦粉が500。ケーキ用の小麦粉が500。はい。グラニュー糖150。間違えた。うい。よいしょ。グラニュー。え？グラニュー糖400？え？嘘やろ。なんで450になっとんの？じゃあ600になってんの？バグかな。わからんな。ヘラで混ぜます。これでザハトルテって出なかったらグラニュー糖のせいってことにしよう。はあ、道のりが長いな、ザハトルテの。ザッハトルテの道のりが長いな。160度で4分50秒。160度で4分50秒。はい。で、これが、なんだっけ。マディーラ。マディーラなんとか。はい。マディーラちょっと大量に作っちゃったから大量消費しましょう。はい。はい。あ、だけど、ちょっと待って。アクティブの、なんか、マデーラ24から54でハート型。ハート型ね。はーい。150度で4分40秒。150度で4分40秒。ハート型。ハート型。はい。
これ以上入らんか。18ってことは2個作って重ねろってことか。で、デコレーション動物ね。はい、まあ、そもそもこれ失敗してんだけどね。150度で4分30秒。150度4分30秒。はい。そうですね。あ、で、これですね。16から36。うん、いいですね。で、フロスティング2。いいですね。よいしょ。豆腐型もいいと思います。フロスティングに側面に塗ったから大丈夫だと思いますが、どうなんでしょう。巻きちょっ、パサ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 5回まで。ビッパー用に置いときましょう。はい。で、ビップ用のがだいたい作れたので、で、マデイラをリベンジしたいんだけど、マデイラ今いっぱいあるんで、ちょっと違うのにしましょう。チョコファジケーキ。これがなくなったんで、作りましょう。そうだな。5倍で作るか。5倍本当に本当に5倍で作る。ダークチョコレート2345倍ってことだよ。60秒で溶けきるかな。ケーキ用の小麦粉1、ケーキ用の小麦粉が1、グラニュー糖が、ちょっと待って。あ、5倍でしょ。1250か。1250か。ちょっと待って。1000で測って250にした方がいいな。おい、これで1000入れました。いいよね。で、250。溶けてはないね。で、ここは午後25、250。ここは250。はい。ここは250。塩が10。塩が10。ベーキングが25。ベーキングが25。はい。フックで混ぜます。おっとっとっと。フックで混ぜます。で、全乳
1リッター全乳1リッター50、バニラエッセンス25、卵が5、1個あるから4個、よいしょ、卵が1、2、3、4、5、はい、で溶かしたやつを入れてヘラで混ぜます。溶かしたやつを入れて、ヘラで混ぜます。これで失敗してたらどうしよう。いや、成功してるはずだけど。あ、いいね。はい。で、そうこうしてたら、マデイラケーキができたので、2個だけ並べて、あとは次回にしますか。いや、失敗しないと思ったんだけどなぁ。150度で4分40秒。2分40秒。で、18。どっちだっけ ?18。いいね。2層。よいしょ。18。よいしょ。150度で4分30秒。4分30秒。はい、いってらっしゃい。これでチョコファジケーキも完成しました。ティラミス作り足しときましょう。ここは特にいいかな。ティラミスクラスト自体が1個追加しとくか。2個に2倍にするか。400とかしましょう。どうせ作るなら多めに作りたいよね。ただちょっと久々に作るのでちょっとひよってます。2倍で作りまーす。よいしょ。よし。何秒って ?80 秒。本当に80秒とりあえずやりますね。水が200。はい。コーヒー300。コーヒー300。はい。で、ビスケットのクズも300。嘘。600。
325、275か。ほい、合ってる？コーヒー、あれコーヒー250しか入ってないんだけど。ビスケットのクズは600でいいね。コーヒーあと50入れるか。じゃあコーヒーあと50ね。よいしょ。ほい、どうですか。3、6、200。はい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 。溶けました？溶けましたね。で溶かした化合物、化合物、混合物、これを入れて、よいしょ。フックで混ぜます。これでティラミスクラスターが完成。あれ、いいですね。オッケー、ティラミスクラスターが完成。んーで、フィリング、フィリングも倍がいいかな。クリームチーズが1キロ、ここにあるのは何だったっけ？マスカルポーネ。クリームチーズが1キロ。マスカルポーネが、300。はい。グラニュー糖が400。1kg と 300g、 グラニュー糖400、ココア100、OK。フックで混ぜます。で、ペストリー用の小麦粉が200、ペストリー用の小麦粉が200。ほい、卵が400。4個。はい、ペスト用の小麦粉200の卵が4個。はい、フックで混ぜます。フックで混ぜます。これでフィリングが完成したはず。失敗してる。なんで？あれ、分量間違えた？おや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 、あーってやってる間に焼けましたね。あれれれれれ、おかしいなー、おかしいなー。ハートがアイシングでいいか。ビップはハート2454、はい、ハート型デコレーション、動物、動物、ハロウィーン、白鳥、白鳥一応動物やなっていうタグがついてたな。あ、いいじゃん、キツネにしよう。キツネ、ちょっとね、こうした方がわかりやすいか。キツネ、
出会いを記念して幸運をもたらしてくれるこのさくらんぼとともに、あなたは愛を誓いますか？誓います。じゃん。デコレーションセンスがなさすぎて笑えてくる。笑えてくる。よし、ちょっと待って。よし、あと1時間ある。で、クリームチーズを500入れましょう。まず。ね、クリームチーズを500入れましょう。クリームチーズ。クリームチーズを500入れました。マスカルポーネ150。はい。500。マスカルポーネ150。いいね。グラニュー糖が200。はい。ココアが50。さっきの表示がおかしかったのかね、やっぱり。グラニュー糖200、ココア50。フックで混ぜる。フックで混ぜる。ペストリー用の小麦粉が100。ペストリー用の小麦粉が100。はい。卵が200。よいしょ。卵が200。よいしょ。ペストリー用の小麦粉100、卵200、フックで混ぜる。フックで混ぜる。はい、どうだ。なんでや。グラニュー糖、向こうのグラニュー糖に変えてみるか。マスクリームチーズ500のマスカルポーネ150。クリームチーズもうちょっと追加しとくか。マスカルポーネ、待って、クリームチーズ500だよね。よいしょ。マスカルポーネ150。グラニュー糖を向こうで入れて、ここは50だけ入れましょう。グラニュー糖200、おっとっと、危ない危ない危ない。グラニュー糖、はい、200だったわ。グラニュー糖200やったわ。200すくえへんか。まあ、いっか。50動いって相当だぞ。ペストリー用の小麦粉が100。ペストリー用の小麦粉が100。ほい。卵2個。よいしょ。フックで混ぜる。成功しましたね。ティラミスは、無効じゃないとあかんのね。ちょっとメモっとこう。無効の、トッピング用、グラニュー糖を使うやつ。が、ティラミスね。ティラミスのフィリング。そんなんさ、知らんがなな。わてが何した言うねんっていう。ロフ型で。
ちょっとティラミス大量にやっちゃったんで、よいしょ、ちょっと作っときますか。あれ、よいしょ。ティラミスは26ビリング、26失敗したのを使い切りましょう。なんで丸いのであったの。わざわざローフ型持ってきたのに。170°4分50秒、170°4分、ローフ型持ってきたのになんで丸いのであってんだろうね。170°4分40秒、4分40秒。はーい、君なんだったっけ。あ、君あれだ、ザッハトルテ。そうやろ、嘘だな、もしかしてザッハトルテもそれが原因だったりするかな。女の子、女の子の顔。嘘やん、嘘やん。絶対嘘やん。じゃあ残り10分ちょいしかないけど、このグラニュー糖を変えてみようか。ダークチョコレートバター200ずつ。あれでもザトルテ、でも今まで向こうのグラニュー糖で使ってたの。おお、ちょっと考えよう、ちょっと考えよう。他にうまくいってなかったチョコチップクッキーは完成したよね。うん。で、ユーチューブの時、ポケンシールマディーラか。やっぱりマディーラか。グラニュー糖向こうの使ってみるか。グラニュー糖150。グラニュー糖150。はい。バターが200。ヘラで混ぜます。卵300、卵が300、はい、あ、しまった、卵が300、よいしょ、あれ、あ、終わっちゃった。ちょっと今日は物が少ないから収入が少なめかなと思いますが、あ、でもスコアいいね。マッチングしてるのかな。はい、はい、ということで本日は、マデイラを作ってきましたが失敗しました。分量とかは合ってるはずなので、多分グラニュー糖が今最後に作ってたこっち側、トッピング側のグラニュー糖を使うのかなという想定で今
追加分作ってますので、明日また様子を見てみましょう。ダッハトルでももしかしたらそういうのがあるのかもしれない。わからない。はい、ということで本日の営業はここまで。また次回のご来店をお待ちしております。バイバーイ。